ディアモール大阪は、大阪府大阪市北区梅田にある、大阪ダイヤモンド地下街、株式会社が運営する地下街である。ダイヤモンド地区と、通称される、梅田一丁目の地下に展開している。住居表示は、大阪府大阪市北区梅田一丁目、大阪駅前ダイヤモンド地下街1号の5号となる。梅田の地下街の中では、比較的、新しく、1995年にオープンした。 昭和50年代に大阪市と阪神電気鉄道が梅田に日本一の地下街を建設しようと計画。しかし、ライバルの阪急電鉄の震源で建設省が消防補助問題ありとしてストップした。結局、コンペにより大丸、阪神百貨店、阪神電気鉄道の三社による共同運営で1995年10月に開業した。現在は、 大丸、阪神百貨店が株主から撤退している。大丸と阪神百貨店が主導権を握っていた時期には、テナント管理システム及び会計システムを百貨店業界を一手に仕切る富士通に頼っていた。しかし、富士通のシステムでは管理サーバー及びクレジットカードサーバーを大阪ダイヤモンド地下街、株式会社の事務所内に設置する必要があり、 事務所サーバーがダウンすると全館でクレジットカードが使用できなくなるというトラブルが頻発していた。平成19年に阪神電鉄が100%の運営を実現した時にテナント管理システムはオムロンのインフォックス端末に移行してピタパをはじめとする電子マネーが使用可能となった。また会計システムも阪急阪神ホールディングスの統一会計システムに 移行した2017年11月より、大阪ダイヤモンド地下街は、近隣の商業ビル EMA の運営を自宅し、ディアモール大阪との合同キャンペーンや、共通ポイントカード、半球半身お出かけカードの導入などの施策が、進められている。カジュアルストリートマーケットストリート、バラエティストリート、ファッショナブルストリートの4つに分かれている。 サウスゲートビルディングの地下を介して、JR 大阪駅とつながっているとともに、梅田の他の地下街であるホワイティ梅田や、大阪駅前ビル、新阪急ビル、大阪丸ビル、梅田 DT タワー、阪神大阪梅田駅、JR 東西線北新地駅とつながっている。また、大阪駅、阪神大阪梅田駅、阪急大阪梅田駅、 おさこメトロ、梅田駅と北新地駅との最短ルートでもある。なお、当初は楽器の形をした壁があり、音階のボタンを押すと音が鳴るものがあったが、後に撤去された。ありがとうございます。